はい、こんばんは、編出者です。今日はね、徐々に寒くもなってきているので、ライトゲームを始めていこうかなと思っております。で、まあ、つったんで徳島のライトゲーム担当の僕としては、やっぱりこれからが主戦となってくるので、まあ、早い段階から始めていこうかなと思っております。はい。で、まあ、オープニングから早速ね、撮影前にガッシー君連れました。ワームは？ワームはブリーデンのビーローチで、ジグヘッドが？ジグヘッドがジャズのシャクヘッド3グラムです。3グラム、うん、まあ、ちょっと流れがあるんですけど、風がないんで、まあ、3グラムでも全然底取れてる状態です。はいはい、うん、まあ、数は釣れるんちゃうかなと思っております。今日はまあ、コツコツと、せっかくなんで、ビーローチだけでやっていこうかなと思いますので、ビーローチ縛りで、ビーローチ縛りでやっていきます。はい、はい。はい、おっさんもヒット。おっさん何が釣れた？久しぶりのカウンター。おっさん、こんにちは。メバルです。メバルです。オッケーオッケー、調子いいで。多分1グラムぐらいのチグヘッド。ほんま、中層ぐらいちょん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 してた。きたわ。僕はちょっと重くしたんですけどね、ちょっと重くしたら釣れようになりました。もうやっぱなんか軽い方が当たりがあるな。うん、まあまあのサイズかな、メバルにしては。うん、場所変えようか。場所変えろ。はい、よし。こちら鉄ヒット。なんや、見えんな。近い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 。ん、何、頭、頭、おう、頭ヒット。本日こちら鉄2匹目、3ぐらいかな。これもビーローチ、先と一緒。色を変えました。何色これ？これはちょっと濃い赤。ちょっと濃い赤。ちょっと濃い赤。おお。ちょっとポイントは移動してきたんやけど、うん、まあけどやることやったらがっつりだったね。先と一緒のサイズぐらいじゃん、うん、ちょいちっちゃいか、うん、まあまあ、大きいじゃん、大きい、うん、まあまあ、ええサイズの頭やな。よし、 よしよしよし、順調やね。まあ狙いとしては、うん、あれかな、こうちょっと角になっとる部分に追い込んでくるであろう感じを予測して、うんうん、角に追い込まれた船虫をイメージしてやってみたら釣れた。え、船虫みたいなワームなんこれ？船虫よ。あ、ほんまじゃ。完全船虫よ。ほんまやな。船虫ワーム。ジグヘッドは一緒か。ジグヘッドはね、5グラムにした、うん。ちょっと重ため。ちょっと重ため。ここも流れがあるんで。あるけん。うん、そこ。そこ、ひたすらそこをちょんちょん。ちょん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 。ほうほう。ええー、な。よし。続いていきましょう。はい。よし。はい。こちら鉄連続ヒット。すごいな。どこや。ガッシー、引き続いてガッシー3匹目ぶち抜き。デジャブ。おお。ちっちゃいかな。あ、ちょっと、でもあ、ちょっとちょっとちっちゃいか。20あるなしぐらいかな。ちょっと僕が教えてあげようか。どうとりあえず、うん、まあ、ちょっと教えるわ。うん、ちょっと調子に乗ったコチャ鉄が調子に乗って講座を開く、人に物を教えるとかいう立場に立ってみる。物申す、まあ、とりあえず適当に投げると、後ろをかき回して適当に投げる、投げて落ちたら、うん、まあ、1回糸をふけようとして、うん、で、まあこう底取る、底取りフリーホールで、うん、ちょっと流れがあるんだよね。
人が払わなくなったらそこ取れたでしょう。ちょっと待って、全然ピントが合わん。ピントが合わん。まあ、糸払わなくなったらでそこ取れとるんで、うん、でこっからまあちょん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 って4回ぐらい跳ね上げます、うん、はい。まあ、今回今使っとるのが、うん、あのダートタイプのジグヘッドなんで、うん、まあ、やっぱりこうそこで軽くワインドさせるような3、4回跳ね上げてまたそこを取る感じ。 その時はまあテンションホールでピッと落としていくと、うん、テンションホールの時は結構そこ取りやすい。まあ、分からん場合は大体あの、うん、数数えてやる感じや、うんうん、でなんかこれが正しいかどうかは分からんのですけど、うん、あのちょんちょんするときに気をつけとるのは、うん、あのまあ、糸とこうまっすぐになるように気をつけて、一直線に一直線になるようにしゃくっておる、うん、風でこう風とか潮の流れで楕円形みたいにならんように流されてても、うん、なんか微妙に左側か右側にちょっと差を倒す感じ、感覚が変わってくるんで、うん、今だったらこっちに流れるようにね、徐々に徐々にこう、ああ角度変えていくと、うん、これで釣れたらええんやけど、うん、なんか時間もんやな。まあほらな、まあ大体同じやり方で3匹釣ったと、うん、もう全くこれしか今日やってないバカな一つ多くほんまはあのね、軽いジグヘッドでこう表層から中層ぐらいの間をちょっとゆっくりリトリーブしてくるようなんがもしかしたらいいんかもしれんねんけど、ああ今日はこれしかしてない。まあまあ結果が出とったらほんでええんじゃないかな。まあそこ取りが大事になってくるかなっていうぐらい。まあまあ根がかりもしょっちゅう、ああ、まあ、根がかり外すの上手なんでまあな、ずっとそこ取りよったらほうなるよな、どうしても。でまあ簡単に近いよりさを、うん、じゃあこれね、まあこういうワインド系の釣りにはチューブラノがいいっていう風にネットで見たんで、クロステージ、うん、クロステージのマイクロジグ&ライトワインドって、まあ、まさにそのやつやな。これ CRXT762ML、 ほうほうほう、何グラムか、何グラム、 0.8 から10グラム。まあでも僕だいたい357ぐらいしかこれでは使わんね、うん。ラインは？ラインは PE の 0.6 に、うん、リーダーがフロロの 2.55。リールはこれ何？リールはこれデブロスの2000番のハイギア、うん。ちなみにこれあのこの PE、うん、あのエギング用のエメラルダス、うん、あの何がいいかわからんかったんで、まあお手頃価格ぐらいのやつ、とりあえずあの色合いで選んだ、うん、綺麗なレブロスと合わせて、そうそう、こうオレンジオレンジ、うん、オレンジっていう、ここなんか張り止めるところもこうオレンジいやもうなんかこれまあ綺麗な、クロステージとかこれレブロスに合わすためにこのカラーリングになったんちゃうんかって思わせる色やな、設定じゃよな、うん、綺麗色やな。でもこれは一式は全部同時に買ったもうレブロスしかないだろうと、レブロスしかないと思って、はいはいはい、おすすめ、了解です。使いやすいですよこのライトゲームには、うん、ブラッレブロス使いやすいもんな、今回安いし。んで僕基本的にあの夜弱いんで目が悪いけん、目が悪いけんデーゲームでこうダートアクションで釣るためにこれを買ったんですけど、うん、夜でも結果を出してくれるんで、はいはいはい、いいと思います。了解です。また続いて、はい、次の魚へやっていこう。はい、はい、釣れた釣れた、何が釣れた？アジやな、アジ。あー、アジも釣れている。アジも釣れました。これは表層を、これは底をただ巻き、底をただ巻きか、うん、こういうスタイルでいったんやね、はい、調子いいな今日。
でもこれはちょっと苦そうな、さすがにな。これは苦そう。うん、目がかりしたんで、はい、で切れちゃったんで、うん、なんかジグヘッドを付け直したんですけど、うん、今回あの 3g にまたしてみました。ジグヘッド、うんうん、なんで、まあ、なんで 3g じゃ、5g じゃなくて 3g なのかってとこなんですけど、うん、あの在庫がいっぱいあるからです特に理由はなく、うん、あの在庫数在庫処分処分というかまあなくなるかもしれんけん、5g あと6個ぐらいしかないんですけど、うん、3g が7個あったんで、うん、あのまだ数ある行こうかな。まあまあ釣り人のあるあるですね、うん、でちょっとあの色もまた変えた。ビーロジュカラーローテーション。何色今度は。赤真っ赤真っ赤か広角レッドっていうやつ、うん、でオレンジからちょっと黒ずんだ赤からこの真っ赤か真っ赤かい。よけ持っとんやろ飲みつかったらいけるだろうって、うん、作戦。またこれでやっていきましょう。釣れたらしいので足元に気をつけながら行ってみる。アンチエイジング、ちょっと大きめやな。もうやな、サビキで手のひらぐらいやな。おお、ええでええで、まあ、好きにしいだ。次持って帰っとこうか。うん、寒いわ。はいはい、またヒットヒット。アンチエイジング、アジング、アンチエイジングどういう意味な。え、若返り的な感じだ年齢を感じさせないってか、ほんなんだろう。あ、そうなの、うん、いいでいいでいいね、うん、よし、呼び行こう。はい、終了ですね。はい、まあ今日は短い時間ながら結構釣れたね。うん、思った以上に順調に。まあこれが本来の力、うん、僕のまああのあれやね、このこれの前ぐらいに出しとるはずの動画が、うん、おそらくめっちゃ再生数伸びとるんやけど、うん、低評価の数が非常に多いということで、うん、まあ、気にしてないんですけどね、うん、目にはつくじゃないですか、うん、まあ、けどあれが我々のスタイルなんでね基本的には多分望んどるものを提供しようっていう、うん、そういう気が基本的にないじゃないですか楽しければいい。そう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 、あの楽しかったら別に坊主でも動画にするしね。そう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 、まあ、そういう思想でやっておるので、うん、あのまあ、低評価は増えるだろうなとは思うんですけど、うん、まあ僕たちが思う楽しい釣りよってことね。そうそうそう、おもろかったらいいし、うん、動画で見返してあこんなことあったなっていう感じで僕も見よるし、そうやね、今後もそういうスタイルでいくと思います、うん、しかもあの投稿ペース遅いし、うん、ほんまマイペースやけんな。だって動画投稿するも何も釣り行ってないし行けてないからな、どうしようもないよな。釣りを YouTube に上げよう人の中でダントツで釣り行ってない自信あるもんな。今月、まあ、11月1回ぐらいしか行ってないもんな。行きたくても行けん事情が多々あるけんな、まあ、生きていく上で。そうそう、大事なことを優先しよるっていう感じやな。そうやな、まあ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 、こうなってきたけんまた減ると思うけど。そうやな、あの、まあまあ、なんじゅんこう面白ない動画作成は専用にしようって思っとるんで、あの何の意味もない、あのなんていう道具レビューみたいな
リこんなリール買いましたみたいなのは多分しないと思うんで、もう動画開けてないってことは釣れてないんやなと思ってください釣りにも行けてなくて坊主でも面白かったら出すんで、そうそう、まあ、は道具レビューでも面白ければそうそうそう、面白ければ出す、うんうん、あのつまらん道具レビューは出さんと思います。以上、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。